皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。キャプテン翼戦えドリームチーム、今月もドリフェスが始まりました。11月末のドリフェスということで、ただいまガチャ運絶好調です。もう最高潮って言ってもいいかな。ね、もう先々月ぐらいからドリフェスしっかり SSR が当たってるし、で前回ピックアップ選手も当たって、ブラジル代表のガチャでは全選手、ね、ピックアップ選手全選手当たるっていう、もうそんな最高潮の中で始まった今回のドリフェスと。で今回はね、2種類ドリフェスが出てます。ちょっと詳細見ていきますね。片方の方がピックアップ選手がまず1人目ミカエルで、もう1人がゴールキーパーのエスパダスと、この2人がピックアップされてるガチャになってます。でね、ちょっとミカエルが数値的には化け物なんですよ。オフェンス4万3000あるので。ただまあディフェンシブミッドフィルダーなので、あのミッドフィルダーって言っても守備をなるべくする後ろの方にいるミッドフィルダーの選手なので、本来はね、このディフェンスの数値が高い方が使いやすいのかなと思うんですけど、今回オフェンスの数値がかなり高い、まあ、ディフェンシブミッドフィルダーのミカルになっているという形です。で全員の全パラメータが 21% アップを持っていて、まあ、シュート、パス、あとワンツーの S ランク技持ちとなってます。でまあ技はね、移植させて強くできるんですけど、どうなんでしょうね、どこまで使えるのか。でもう一人がエスパダス、はい、ゴールキーパーになってます。こっちが海外選手の全パラメータが 23% アップという形になってます。でパンチングが成功した時に、センターサークル付近にいる選手にボールがつながりやすくなるという特技を持ってます。でパンチングとキャッチ両方とも S ランクの技を持ってるので、これはこれで使いやすいと思います。でもう一個の方、まあ、ざっと軽くいきますね。ピックアップされてる選手が美咲くん、そしてあと翼くんの師匠ロベルト本郷、この二人がピックアップされています。で美咲くんの方はオフェンシブミッドフィルダーで、オフェンスが4万5000あるので、これはとんでもなく強いのかなと思います。はい、この辺ね、ワンツーとあと高いボールに合わせるシュート、あとはパスカットの S ランク技持ちと。で美咲くんは結構他にも SSR 出てるので、技をどんどん移植させてかなり強くできるかなと思います。はい、でロベルトの方がこんな感じ、フォワードとオフェンシブミッドフィルダーなんですけど、オフェンスの通知が3万5000と、でディフェンス2万7000、フィジカル3万900となってるので、どうだろう、そこまで強くないのかなとも思うんですけど、どうでしょう。はい、で今回は両方とも30連ずつやっていこうと思います。はい、で前回使った技というかね、これ一回虹玉、レインボーの玉が出ると2回目以降も当たりやすくなるっていう、これね。ということで最初に SSR 確定ガチャやって、ちょっとね、虹色のレインボーのボールが出やすいようにちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ行きます。まあこれ確定なので9個とも全部レインボーなんですけど、青の6個でもね、レインボーになるんだね。だこの色のボールが今からやるフェスゲンでも出てくれるとすごくありがたいんですけど、松山くん、はい、ブルーの、はい、ブルーの、はい、ほら美咲くん当たってるしね、ほら出るんじゃない美咲くん。はい、ということで翼ガチャってね、ハマると本当50連しても60連しても出ないことがあるので、今ので SSR の流れが来たかなと思います。じゃあ早速ドリフェス、まずミカエルの方30連していきたいと思います。はい、最初の10連、
うわ、何にも出ない。鳥も出ない。あれ、まずいんじゃない？これ、行きます。はい。エースは、この俺だ、シュナイダー！シュナイダーね。あ、もう最悪だ。青の歯抜け。はい、ロベルトじゃ変わりません。全然必勝法じゃないっていうね。まあまあ 5% なんで、最初はこんなもんですよ。行こう。どうだろう、三崎くんよりね、行かれるのが欲しいかな。はい、じゃあ20連目いきます。次はもう SSR ね、確率的には出るので。なんも出ない、なんも出ないっておかしいでしょこれ。なんも出ない、これ花火のパターンかな。いきます。それじゃあ行くよ。よし、ボールが見えた。ここで出てこられてもっていうね。はい、またロベルトね。じゃん。嘘、何ガチャン最高潮って。ね、さあ始まりましたよ。やばい流れね。はい、じゃあ30連していきたいと思います。いきます。怖いね、何も出ないパターンあるよこれ。お、来た、花火が 1,2,3,4つ。だから鳥4羽と一緒かな。花火が4つ、しわれば熱いっす。いきます。しわって、あ、来た、レインボー。はい、これで確定です。ピキン。はい、2個来た。あ、シュワシュワしてないよ。ピックアップじゃないかな、じゃあ。はいはい、ちょっと、おお、何、すごいことになった。はい、すごくないね、すごくない。じゃあ、いや、3つ出たのはすごいんだけど、いや、もうわけわかんない、わけわかんない。3つ出たけど、フェスゲンは何も出ませんよっていう、クリスチャンセン。ね、全パラメータいくつだろう。プラスの 23%。まあ、弱くはないんですけど。はい。マリエントス。これがフォワードの選手と。これも 23% かな。はい、これ 20%。で、ラスト。逆転でね、出てきて、レオって。ね。はい、ということで、だから30連して3体 SSR が出たので、やっぱり 10%。確率の2倍当たってるんですけど、フェス券が出ないという形になりました。じゃあ、こっち行きます。ね、20連目。あ、20連目じゃなくて、2つ目。じゃ最初の10連いきます。これはもうちょっと、美咲くんが欲しいな。花火 1,2,3 お、マックス5個、いくかな、縛るかな。いきます。縛って、来た。ほら、いい流れ来たよ。これはもう確定でしょう。ピキン。あ、ピキンじゃない、逆転だ。何が来るかな。どっかで逆転すると思います。ここ、ピックアップ、美咲くん。違う違う、ちょっと違う違う、ちょっと待って待って待って、もうおかしいって。はいね、エスパダスなんだけどフェスゲンじゃないっていう、これ弱い方のエスパダス出ちゃったね。いらないんですよ、そういうなんかオチみたいなのね。じゃあな、じゃあフェスゲン出してくれればいいじゃない。はい、じゃあ20年目いきます。そう、こっちそもそも出ないからね。美咲くんとロベルとか。いきます。花火が急に1個ね。いやー、どうだろう。いきます。しわって、しわんないか。どう？ダメだよね、多分ね。あ、もうロベルト。ロベルトじゃ変わりません。しょうがないです。ね。さあ、合計50連して4体当たっているので、
すごいっちゃすごいんですけど、いいのが出ないっていうね。じゃあラスト、今回はここで終了したいと思います。最後にね、当たればもうガチャ運最高潮キープと言ってもいいんじゃないかと思うので、いきます。ラスト、花火花火、4つか、よ、1個も出ない。始まった、始まったよ、いきます。これでとどめだ。よし、一気に。はい、もうとどめですね。どうにもなんないよこれ。はい、おじさん出てきたね。はい、逆転する、なんか間違えて最後の最後、そんなわけがないっていうね。はい、ということで60連して1,2,3,4 回だ、確率以上ではあったんですけど、欲しい選手が何一つ出ないという、そんな形で終わっちゃいました。まあまあ何にも出ないよりはいいかなと思います。じゃあまた次回、今度年末年始、あとクリスマスとかいろいろとイベントのあるガチャ出ると思うので、また動画の方にしていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今回はありがとうございました。まあ、赤なほっての君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、山チャンネルでも見よう僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。